こんばんは、いちきです。今日はですね、久しぶりにナイトルーティンを撮っていこうかなと思っております。琵琶湖のほとりのホテルにやっと着きました。今11時ですね、夜の11時20分に東京から着きまして、釣りのね準備とかをね、まだ何もしてないんですよ。でこの間ロケで帰ってきた時のデータがね、まだ GoPro に入ったままだったんで、今映しております。ね、私もうめちゃくちゃ今日バタバタ出てきちゃって、携帯用の三脚を忘れてしまったんですよ。もうすぐ忘れる。でコピーにねあと22分かかるんで、ちょっとねこの間にちょっと釣りの準備していこうかなと思います。でしかも明日チェックインで、そのまままた大阪の方にロケ移動なんで大変ですね。もう最近買ったね、このドンキで買ったこれがねめっちゃ便利なんですよ。ここに、まあ、この下は着替えとかが入ってて、でここにもうパソコン入れて、これは機材類ですね。いやまあこれはまああれですわ、お風呂セットですわ。ここにね機材をこう入れて、もうこうやって、これ化粧品ね、こうやってもうポンですよ。でこっちのリュックに、はい、まあ、釣り具ね、釣り具ですよ、釣り具が入ってるんです。リールでしょ、これがリール。あと下にアラバマ持ってきた。あとまあワーム類ね、もうこれで済んでるんですよ。珍しいでしょ。なんか喉をやられましてね、熱とかないんですけど、鼻水も別に出ないんですけど、なんか喉だけやられた。リールをつけていきますか。よいしょ。まあスピニングが基本になると言っていたので、これあと大阪も熊本もロケがあるんで、釣りのね釣りロケがあるんで、まあどっかで使うだろうと思って、今回は一応ビッグベイト用ですね。ビッグベイト用の質問がすごく多くって、番手はこれを使って、もちょっと反対なんだけど、ロードランナーボイスのハードベイトスペシャル 660H ですね。これは伊藤匠さんから直接、大会にイベントでいらしてた時にじゃんけん大会あって、私がね勝ったんですよ。なのでここに匠さんのサイン入りで、実際にアメリカで使ってたロットみたいです。すごい思い入れのあるロットなんですよ、私も。めちゃくちゃ使いやすい。そして最近の一番出数が多いのはロードランナーかな。まあ、次 MH はもう言わずもがなですね。はい、ジーニアスのアンダーカバー MH です。 68MH、 右腕と言ってても過言じゃない。はい、そして次がね新しいかな、動画にはまだ出してないかな。こちらもジーニアスのマスターピース 64ML プラス。 ML プラスがねすごくこう巻物にめちゃくちゃいいんですよ。なんて言ったってね、軽い、全然疲れない、軽い。 ICK カップセカンドって入ってます。続いてベイトフィネス、一応ねネコリグとか、もうねスピニングの ML が折れたんですよ。まだ釣ってないのに折れちゃったから、スピニングの ML 持ってこようと思ったんですけど折れたんで、 ML のベイトフィネスを持ってきました。ホーネットスティンガープラスの 652MLBF。 はい、まあでももうちょっと柔らかくていいかな、ベイトフィネス M でいいかな
あ、ML の方が柔らかいか。で、スピニングが、まあ、これプロトなんですけどね。ソリッドの L のソリッドです。これもジニアスのプロトで。先日、巨鯉を釣ったんですよ。すごいよ、すごい仕事したよ、この子。折れるんじゃないかっていうぐらいね、綺麗に曲がってたわ。その動画もね、後々出るんで。出るか、もう出てるか、ちょっとまだね、わかんないですけど。はい。リールを組んでいきましょう。しまいました。もうすぐそこは、この道をまっすぐ行けば夢の60レイクですよ。で、帰宅。なんかコピーがあと1時間かかるらしいんで、ちょっともうお風呂入ります。来ました。暑いよ。髪が多いわ。髪の毛が多くて全然乾かない。見て、ライオンみたいになってる。暑いんだ、もう髪切りいけてない。あと41分で終わるんで、もう歯を磨いてみます。もうまた歯磨いて寝るだけですね。はい、行きましょう。なんか前ナイトルーティン撮ったのもこのホテルだった。そういえば、もうあれから、あれが去年の一昨年の11月か、1年半ぐらい経つんだ。早いな。照明漏れないな。ねえ、やっぱ ここじゃないと。これなんかいい感じに漏れてない？よし、
寝よう。もう歯も磨いたんで寝ましょう。はい、寝まーす。おやすみなさーい。おいじゃーのー。